本日の先生を早速呼んでいきたいと思います。ズリュッズリュッズリュッで返事せんでね、いくぞ、せーの、先生はーい。やったー、呼ばれて飛び出てありがとうございます。ファブゲーミング所属プロゲーマーの流星です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。読み合いをしてみよう。読み合いしてみよう。まあでも確かに読み合いって聞くと、はい、難しいイメージがあると思うんですけど、そうなんですよね。めっちゃむずい気がする。ただこの読み合いとか駆け引きっていうのが格闘ゲームの面白い部分だと思うんで、まあ今日見てるルーキーの皆さんもこの面白い部分に触れて、もっと楽しくゲームをプレイしていただければなと思います。スト5を強くなるために覚える知識は大きく分けて、この2つがあります。ルーキーの皆さんからすると覚えることが多すぎると思うんで、はい、まあ、今回は格闘ゲームの基礎知識に絞ってお話をしていこうと思ってます。格闘ゲームの基礎知識その1、打撃。打撃、相手にダメージを与える攻撃をそのことを言います。実際に何かボタンを押してパンチとかキックとか相手に当ててみてください。そう、これを当てると相手の体力が減りますね。でこのようにパンチとかキックとかでダメージを与える行動を打撃と言います。でキャラクターそれぞれで少し違いもあるんですけど、打撃には大きく分けて3つの方法がありまして、3つの方法、1つ目が立ち状態での打撃を、上段攻撃、で2つ目が、あ、そう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 、しゃがみ状態からのキックを、下段攻撃と、そうそう、こういった感じ で最後3つ目がジャンプ状態からの打撃を、ジャンプ攻撃。今画面で行われている操作が以上の3つですね。パンチやキックの単純な打撃技だけでもこの3つの攻撃と、弱中強パンチキック組み合わせれば、合計18種類もありますと。これ中キックちょっと前進むか強いな、これ。これが力の特性か、モンスターによって全然また変わってくるんで。おい、前押しながら基本パンチ進むぞ。もうキャラによってモーションも違うし、まあ、リーチも違うし威力も違ったりとか、そういう設定がされてます。格闘ゲームの基礎知識その2はガードです。ガード？ガード？逆だった。で、まあ、ガードとは、はい、で相手の打撃を防ぐ防御手段のことを言います。このままもうガン攻めしてりゃええんちゃいますもん。そんな簡単じゃないですよね。どうしたらまだ、ほら、じゃあリュウは今じゃあ剣打撃出してるんで、レバーを後ろに入れて実際ガードしてみてください。えい、ほらほら、おる、あれ、これね防げるんですよ。そう、後ろ歩きから、お前の攻撃は当たらないぜ。防御する構えになって剣の打撃をこれで防ぐことができるんで、手を加えてますね。そうですよね。こちら側のガードと言います。ほうほうほう、後ろ歩きでできるガードのことを立ちガード。今画面に映ってるこちらが立ちガードって言います。じゃあ剣はしゃがみながら中キック下段攻撃をしてみてください。大丈夫ですか。あれ、お、これ立ちガードに対してねガードできなくなっちゃうんですよ。ガードできない、僕後ろ押してますよ。そう、ただこれに対しては龍は後ろ斜め下に十字キーを押してみてください。しゃがみながら後ろってことですか。あれ、あ、そうそう、さっき龍がガードできなかったしゃがみ中キックっていうのをガードできるようになりましたと。でこちらがしゃがみガードと言います。何にも当たんねえぜ。あれ先生、はい、立ってる攻撃もガードされます。こちらがね最強じゃん。最強って思うじゃないですか。俺だけやってりゃもう勝てませんよ。そうですよ、うん、置いた3つの攻撃方法のうちまだ1つ使ってないものがあるんですよ。え、なんだっけ。ジャンプしてまた打撃を押してもらえると、え、お願いします。あ、いて、そう、これだと当たるぞ。しゃがみ状態でのガードを崩すことっていうのが、ジャンプはそう立ちガードで防ぐことができます。はい、あ、当たっちゃう。なるほど、ジャンプは立ちガードか。ジャンプは立ちガードで、こればっかガードし始めたらしゃがみをやればいいですね。なるほど、そうですね。このような万能なしゃがみガードでも
防げない攻撃がございますと。せーの、投げ。格闘ゲームの基礎子孫さん、投げ。じゃあガードしてる相手に密着した状態を作って、はい、弱パンチと弱ヒックボタンの方を同時に押して、はい、この投げを成功させてみてください。これはいいな。弱キック。なんだ？そうそう、こちらで。うわガードしてる相手でもガードしてるから投げ飛ばしてダメージを与えることができます。十字キーを後ろに押しながら投げをしてみてください。します、はい、地獄車だ。後ろに投げた。ここにレバーを後ろに入れながら投げをやると後ろ投げになって後ろ側の方に投げ飛ばすことができると。お、まあ、位置の入れ替えとかに使ったりしますね。なるほどです。へえ、すげえ。投げという手段も崩すとしては非常に強力ですね。じゃあもうこれ投げばっかりやればいいんちゃいますの？投げを防ぐ方法っていうのを今から教えたいと。投げ抜けといって、投げ抜け、じゃあ、お互いが密着した瞬間に、はい、さっきの投げられたタイミングで受ける側もまた投げを押してみてください。はいはいはい、せーの。おー、なんだ。よし、これで、せーの、はい、こちらを投げ抜けやグラップと言います。投げ抜けをするとダメージを受けてないっていうのが、あの体力バーの方を見ていただけると分かると思うんですよ。もう一回やっていただいていいですかね。ちなみに投げると、はい、投げると切りますね。体力が減るんですよ。僕が投げてみますよ、うんうん、せーの、あ、減った。そう、これだとあのダメージをゼロで防ぐことができますんで。あ、減るよね、減るよね。ルーキーさんの方は投げられるって思ったら、はい、とりあえず投げ抜けっていうのはまずは覚えてください。投げ抜けっていうものにもデメリットがあって、はい、え、そうなんですか。投げ抜けが使ってしまうと、はい、投げ失敗モーションっていうのは出てしまうんで、そう、あのこの瞬間完全に無防備なんで打撃で殴られてしまうと。結構隙だらけだ。隙をさらして包丁を投げてしまうっていうのがあるので、まあ、リスクも存在しますよと。今の話まとめに入っていきましょうかね、はい、で打撃を防ぐにはガード、うん、でガードを崩すのは投げ、うん、で投げを無効化するのは投げ抜けで、投げ抜けに対しては打撃、ほうほう、でじゃんけんのようにこれにはこれが勝つといった形で読み合いが発生してます。でこれが攻撃と防御の基本的な読み合いになってますね。ルーキーの皆さんでも今説明した要素を理解すれば格闘ゲームの醍醐味である駆け引きとか読み合いっていうのが楽しめるんじゃないのかなと。前回久保が教えてくれた攻めの三大テクニック、非常に強力っていう話をしたと思うんですけど、確かに。じゃあ次は攻め込まれた場合の守りのテクニックっていうのを教えたいと思います。あ、確かに知りたい。ほうほう。守りの三大テクニック、うん、基本はしゃがみガード、はい、ジャンプ攻撃には立ちガード、うんうん、で近づいてくる相手には投げ。基本の守りの部分ガードと投げ抜けっていうのを今日は練習していこうと思います、うん、オプションボタン押します。えい、で、はい、じゃあ R1 を押してもらってプレイヤー操作で、はい、左を一回押していただいて、あ、そうそう、こちらでエコード再生が出てきました。エコード再生の項目を選ぶことができますと、はい、ほうほう。じゃあここでアクションレコード設定を選択してもらって、えい、アクションレコード設定、このレコードスロットっていうのがあるんで、ありますね、レコードスロット1 で、はい、でここでもう一回決定ボタンを押してもらって、はいはい、これで今キャラクターを操作するとレコードして、その覚えさせた操作っていうのをもう自動的にやってくれるモードになっていますと。相手がそれ覚えるんだ。押した瞬間から録画するみたいなもんですね、はい、そうですね。じゃあさっきやってた剣は垂直ジャンプからジャンプ攻撃で、その後にジャンプ攻撃から下段攻撃、足払いをよろしくお願いいたします。えい、お、はい、これでスタートボタンを押していただいて、よし、よっしゃ。でこちらであのキャラクター今操作を覚えたんで、うん、実際にちょっとやってもらってもいいですかね。でこれを、はい、戻るボタンを押してもらって、十字キーしたアクション再生設定、アクション再生設定、はい、こちらで今覚えさせたものあるじゃないですか。これがオフになってるんですけど、はい、これあのオンにすると今覚えさせた操作っていうのもあの自動的にやってくれるようになるんで、
張ってくれるんだな。方一回やってみてください。ちょっと前つばもんだな、はい、これな。やってみるか。かやってみるぜ。なんか信用されてないから今日。これで戻ってもらってまた対戦画面行くと。おキャラクター先生。ね。やりますよ先生。僕信じていい人間なんですよこれ。おお。なんかすみません先生。疑ってすみません。信じてくださいよ。はい。あ、まあ、すごい。このような感じで。はい、練習できますねこれでね、あの自分一人でも全然このゲーム練習できるんで、これははかどりますな。はい、じゃこの練習でジャンプ攻撃か足払いっていう連携をガードできる、そういったものを練習してみてください。失敗すると当たっちゃうもんな。ちゃんとこのゲームのトレーニングモード機能めちゃくちゃ作り込まれてるんで、知らなんだ、まあ、練習するときは使っても全然いいと思いますね。ここかなり使えますし、これはすごい、これおすすめポイントですね。これおすすめですね。ありがとうございます。で次は相手はガードを崩す行動である投げをしてきます。なるほどなるほど。でそこで重要なのが、最後のテクニック、はい、3つ目の近づいてくる相手には投げでございますと、うん、なるほどね、はい、でガードを崩すためには、相手は近づいて投げをしなければいけません、うんうん、なので相手が近づいてきたら投げ抜けを狙って投げを出してみてください。はー、じゃあ今回は CPU 線を使ってちょっと一旦やってみましょうか。じゃあこれ設定の仕方が、はいはい、R1 を押していただいて、あ、もう一回、あ、はい、こちらでダミー設定をすると、うん、キャラクターが CPU で勝手にもう動いてくれるようになるんで、こちらの CPU モードを使って相手の攻撃をガードするっていう練習を今じゃあやってみましょうか。わかりました、はい、基本しゃがみガード、飛んできたら立ちガード、近づいてきたら投げると、はい、そういう練習ですね。やってみよう、やってみよう。3つを使って CPU の攻撃を早こいつ投げ投げガードしてみてください。しゃがみガード、おい、基本しゃがみガード、しゃがみガード、近づいてきたら投げる、おら、近づいてきたら投げる、うんうん、できてますね。でこの時大事なのは、はい、基本はしゃがみガード、しゃがみガード、でもう一つはジャンプ攻撃には立ちガード、うんうん、こちらしっかりできるようにしておけるといいですね。あ、でも本当これだけ練習してるだけで基礎を学べますね。これはもう全然ガードの練習になりますね。いやこれちょ、マジでそれ思ってる俺今。なので今回特別ルールの模擬戦でやっていこうかなと。バーサスモードを選択してみてください。こちらを押していただいて、ブルース、はい、プレイヤー VS プレイヤーで、ーよいしょ、はい、1P、2P で時間制限は60秒で、うん、今回じゃ60で、はい、お願いします。キャラは、竜と剣でも大丈夫なんで、あ、分かる、じゃあ一番基本というかね、うん、ライバルスタンダードなキャラだし、今も選んでたキャラクターなんで分かりやすいかなと。戦いの先、おー待ってたぜ。いや、やっぱ剣似てると思うんですよね。似てますね。どうやって対戦すればいいですか。はい、じゃあ模擬戦のルール簡単に説明したいと思います、はい、じゃあ最初のラウンドでは、はい、星野さんは攻撃側として、はい、攻撃、ジャンプ攻撃から投げか足払い、近寄ってから投げのみでお願いします。分かりました、はい、で矢野さんは防御側として、はい、ずっとしゃがみガードで、ジャンプ攻撃には立ちガードで、近づいてきたら投げのみで戦ってみてください。さっきの CPU 戦でやってたんですね。あ、そうですね、面白そう。じゃあいきますよ。はい、ちなみに2ラウンド目のコース役でよろしくお願いします。うわむずい、おっ、いいね、そっか、いいね、いいね、これでも結構練習になると思うんですよね。近づいて投げると、近づいたら投げを入れて、あ、やる、うんうん、抜けて、確かに練習になりますね。うわすげえ面白い、これ投げ抜けを誘って、で、そうそうそう、立ちガードから下がりガード、めっちゃ楽しそうだな。そんなテンション上がる系のこれ大成功かな。よいしょ、楽しそうじゃん。左に投げる、イエーイ、投げないともテンション高いかな。イエーイ、イエーイ、イエーイからの、イエーイ、イエーイ、あ、そうそうそう、近づいてきたら投げ、おお、うまいな、お、あ、しまった、あ、あ、もうちょっといろいろあった、お、あ、なるほど、あ、惜しい、でもこれ超おもろいな。で今度はじゃあ僕が、はい、受け手に回ればいいですか。受け側で、おい、あぶね、こい、わー、くそ、まあ、ダッシュ投げだったり、昔から投げたりとか、さまざまなね、テクニックが発生してるんですよ、これ。超楽しそうにやってるけど。あぶね、
おい、あれうめえな。あ、これ俺も入りたいな。おいおい、あーくそ、めちゃくちゃ楽しそうなんだけど。まさか先生、はい、超楽しいですね。おい、いやてかマジで面白そうですよね。おい、おい、おい、やされた今。おい、おい、めちゃくちゃ健全にゲーム遊んでるな。すかして、あー、あー、そうそう、今のやられた、ね、ガードさせないで、これで、おい、すかせて投げ、すかせて下段、あー、すかせて下段、くそー、下がった、あー、走って下がって、走って投げ、あー、走って投げだったり、走って下がって、下段、走って、下段、走って投げ抜け、あ、そうそう、相模ガードですね。あー、ジャンプしたら立ちが、ね、そうそうそう、パーティーゲームとしてありでした。いや、これめちゃくちゃおもろいですよ。超楽しそうですよね、今投げ抜けの時点で、はい、いや難しいんですよ、うん、投げ抜けっていうのが多かった。確かにね、これだったらすぐ覚える、ね、覚える覚える。しかもなんか、はい、楽しく学べるじゃないですか。楽しかったこれ1時間やったらもう投げ抜けを本当に覚えると。そうですよね。これカプコンさん、これこういう遊びありますよって出しましょう。あ、なんかこういうものあってもいいと思いますけどね、はい、実際なんか、いや面白かった。はい、サンスクミグランプリ、サンスクミグランプリ、サンスクミグランプリ、ジャンプ攻撃か投げか下段きますよの、はい、あと急に近づいたら投げ下ですよだと、はい、でも確かに身につくかもしれないです。来るなって、今もそうですよね、これというのは、はい、来るなって思って押すことによって、はい、相手が投げたかったらこっちが投げ通るしとか、そうです、今、あ、そうですね、飛んだら絶対ガード、しゃがみも絶対ガードっていうの分かってたから、うんうん、じゃあどうフェイントかけて投げしてやろうっていう。そうだね、これがもしかして読み合いですね、うん、面白い。もう攻める側もいろいろ読み合い仕掛けますし、受ける側も実は読み合いが発生してるんで、今のはそういったことを学べるんじゃないのかな。これはすごい、友達と1時間やったらこれ強くなります、ね、絶対強くなる、普通に勉強になると思います、ね、このルールで今ので、はい、攻めと守りの三大テクニック覚えたと思うんですけど、まあ、こんなにも読みが発生してるし、これだけでもやっぱ面白いと思うんですよね。あ、うん、先ほど教わったレコーディングリコーディング機能を使って、はい、うん、今の覚えさせてランダムでも練習一人でもできるってことですよね。全然できますね。これを覚えるだけで、うん、一人で練習するときにすごいはかどるんで、ゲーム始めた人は練習したり、それこそもう CPU 線使ってやるっていうのがいいんじゃないのかなと思いますね。最後にまとめの方を見ていきたいと思います。おし、じゃあまず一つは基本操作は奥が深い、奥が深い、で、うん、二つ目は、打撃、ガード、投げ、投げ抜けを理解して読み合いを楽しもう。楽しかった、はい、確かに。最後三つ目が守りの三大テクニックを身につけて相手の攻撃から身を守ろうです、うん、以上の三つになってますね。格闘ゲームの醍醐味である読み合いとか駆け引きについて少しでも分かっていただけたら嬉しいです、うん、いだいぶ分かりましたね、はい、あ、本当ですか。めちゃくちゃ分かりやすかった。今のルールだけでも相当面白かったですか。確かに、もう俺も学びたかったっすもん、正直、ね、ずっと先生横で、うん、いいな、俺もやってやりは学びたかったっすね。やるじゃない先生だから友達みたいな。めっちゃフランクス、はい、ありがとうございました。ということで、はい、先生、はい、本当にありがとうございました。1次元目はここまで。いや、濃いよこの1次元目は本当にさあチャイム鳴りました。さあ、はい、気をつけレイ、レイ、レイ、冬、あ、ないない、俺ない俺はない、ないか、先生もない、それ俺もない。